美少女ゲーム制作会社ブルーベル所属のイラストレーター。近い将来可愛くて元気なヒロインたちを次々生み出す超人気絵師になる予定。それからこの子、コノハのオリキャラなんだけど、この子をゲームで活躍させてすっごい冒険をしてもらって、いつか絶対人気ヒロインにしてみせるんだ。それでね、この子はね、人と妖精のハーフの天使で、力を使うと髪色が変わっちゃうんだけど、嘘が苦手な一面もあって。こら、どんなゲーム作るつもりなんだよ。だけどリアルはそんなに甘くなくて、社長には怒られてばっか。そんな時、この中古ゲームショップのおばあちゃんに出会ったんだ。ああ、いらっしゃい。私、可愛い女の子を見てるとすごく元気が出るというか。でも、ただ可愛いだけじゃないんですよ。ゲームの中の女の子は泣いて、笑って、すごく悩んだりして、それでも強くて頑張ってて、ゲームの中の女の子が一番輝いてるんですよ。コノハちゃんの作るゲームはきっと楽しいんだろうね。会社じゃコノハの話聞いてくれる人誰もいないし、コノハだって分かってるんだよ。ウルプラがうちじゃ無理だってこと。それでも少しぐらい、少しぐらいコノハの話も聞いてほしいよ。ゲームは楽しくてワクワクするものなのに、うちの会社じゃ誰も夢なんて見てない。夢がないゲームなんてゲームじゃない。催眠物でもいい、夢のあるゲームが作りたいよ。みんなも美少女の持つ力分かってくれるよね、同級生。そんな時、おばあちゃんのくれた同級生のパッケージを開けたら、コノハの不思議な旅が始まったんだ。うえっ、うえっ。今日はそんなコノハの不思議な旅のことをちょっとだけ紹介するね。少女ゲームソフトを開けただけなのに、気づいたらコノハ1992年の秋葉にタイムリープしちゃってたんだ。タイムリープ？コノハもわけわかんないんです。タイムリープってタイムスリップのことか。懐かしいね、昔の映画で言ってたよね。つまりこの子は未来から来たってことですか。そうなんです。大混乱でどん底のゾコなコノハを助けてくれたのが美少女ゲームメーカーアルコールソフトのみんな、かおりさん、めいこさん、マジ天使。コノハをここで雇ってもらえませんか。美少女イラストの最先端テクニックを知っている21世紀絵師のコノハがこの時代で絵を描けば、コノハ無双じゃない。ってこの時のコノハは思ってたんだけど、ちょっと待って、この時代はみんなこんな古いパソコンで書いてる。めいこさん、この時代のパソコンとかソフトって見たことないものばっかだし、色も16色しか使えなくて、その上マウスで塗るなんて無理ゲーすぎだよ。結局みんなに助けてもらいながら、やっと CG1 枚の色塗りが完成。やったやった、1枚かけた。この前にも16色かけました。おめでとう。まあ天才イラストレーターコノハの手にかかれば、一度やり方を覚えちゃえば余裕だったけど、プログラマーのマモルくんには特にいろんなことを教えてもらったよ。この頃のマモルくんはちっこいな。マモルくんはどうしてここで働いてるの。美少女ゲームが好きだから。別にやりたくてやってるわけじゃない、僕は父さんに頼まれて手伝いをしてるだけだ。美少女ゲームなんて
普通のゲーム作れない奴らが作るもんだろ。今は珍しいから売れてるかもしれないけど、こんなのすぐに売れなくなるさ。なくならないよ。守君は間違ってる。今にこの秋葉は美少女で溢れるんだよ。秋葉だけじゃない、ゲームにもアニメにも漫画にも電車やバス、お米やお酒にだって美少女キャラでいっぱいになるんだよ。そんなわけないだろ。そんなわけある。本当に本当のことなんだよ。守君、未来が美少女でいっぱいになったのは美少女ゲームがあったからなんだよ。確かに守君の言うように、ここの会社じゃ普通のゲームは作れないかもしれない。でもこの会社の人はみんな夢を持って美少女ゲームを作ってる。最高だよ。コノハはこの会社、ここのみんなが大好きだよ。守君も一緒に美少女ゲーム作ろう。乾杯！乾杯！アルコールソフトのみんなとゲームを完成させることができて、守君とも仲良くなれて、コノハの求めてたゲーム作りってこれだって思ったんだけど。最後間に合ったのはコノちゃんのおかげだよ、救世主。守君もお疲れ様。やめろ離れろ。この葉はこういう充実感が欲しかったんだ。もうゲーム作り最高。いい加減離れろ。お客様、お客様、大丈夫ですか。ここって、なんと2023年に戻ってきちゃったの。そうだ、ここでおばあちゃんにゲームをもらったんだ。でもお店はもうなくなっちゃってる。もう一度アルコールソフトに戻りたくて、その方法を探してたんだけど、おばあちゃんにもらったゲームを入れておいたんだ。傷跡のパッケージを開けたら、おかわりープに大成功。戻れだと思ったら、前回から4年後の1996年、そこで出会ったのが美少女ゲーム好きのトーヤちゃん。もしかして美少女ゲームとか買ったことおありですか。お店に入る勇気がなくて。いいですよ、一緒に買いに行きましょう。売ってるよ、ピアケロと傷跡。こんな可愛い子が三王に入ってきたら、みんなびっくりしちゃうよね。アルコールソフトのみんなとも再会できたんだけど、守君が出て行っちゃったんだ。Windows が登場しても、僕は98でしか作る気はないってね。結局、守は来なかったな。すみません、コロハのせいです。刑事失格、殉職です。これが僕の98愛だ。本当は分かってたんだよ、98の時代が終わるってことをさ。気づいてないふりをしてただけだ。守君はそれでいいの。どうしてコナハが98を知らなかったら98がなくなっちゃうことになるの。お前が知らないってことは未来で。だったら98のない未来なんて守君が変えちゃえばいいんだよ。は？タイムトラベラーの映画だってみんな未来を変えてるよ。変えちゃいけないなんて嘘だよ。それは映画だからだろ。守君の98愛ってそんなものなの。守君は98が好きなんでしょ。そうでしょ。本当にお前は変なやつだ。エロゲにこんなに熱くなるやつ見たことないよ。2023
93年に戻ってきたら、コノハのゲームがいくつもなくなってたんだ。コノハのせいで歴史変わっちゃってるって怖くなったけど、やっぱりアルコールソフトのみんなに会いたくて我慢できずに、今度はカノンのパッケージを開けたんだ。うぐー。続いての舞台は前回から3年後の1999年。アルコールソフトはとっても大きくなっていて驚いたし、みんなとも再会できて、マモルくんなんてどんどん大人になってメガネ男子に。俺たちのゲームがコンシューマーになる。市ヶ谷には見えてますよ。これからは美少女の時代です。アルコールソフトのゲームがコンシューマー移植されることに。でも店長さんが分かりやすく調子乗ってる。変なことにならないといいけど。今に俺はすっごいやつになるからな。見てろよ、俺と市ヶ谷でゲーム業界牛耳ってやるからよ。コンシューマーだって俺の力で取ってきてんだよ。そのためにどれだけ投資したと思ってんだ。投資？店長さんはみんなに黙って投資をしていたのです。見てろよ、俺と市ヶ谷でゲーム業界牛耳ってやるからよ。コンシューマーだって俺の力で取ってきてんだよ。そのためにどれだけ投資したと思ってんだ。絵描きじゃねえ、社長が一番すげえんだよな。父さん、あのコスプレクラブのオーナーになってるだろう。調べたよ。他にもいくつか市ヶ谷と共同でオーナーやってるよね。それ会社のお金から出してるだろ。私らの給料も上げずに何に使ってんのよ。うるせえうるせえ。作ってるだけの人間がうるせえんだよ。お取り込みのところ失礼いたします。皆さん会議室に来てください。ゲームクリエイター市ヶ谷光容疑者が巨額の詐欺容疑で逮捕されました。市ヶ谷容疑者はテレビ関係者などと共謀し、複数人に虚偽の企業話を持ちかけるなどして不正に資金を騙し取った疑いです。被害総額は30億円以上とみられています。返せよ10億。は？そりゃ作るけどね。ただこの会社じゃないかもしれない。マモルくん、父さんはショックで入院してるよ。コノハ、もっとやれることなかったのかな。せっかく戻ってきたのに結局何もできないで、こんなのってないよ。違和感があったんだ、未来から来たお前が市ヶ谷を知らなかった時に。マモルくん、誰あの人。僕も真剣に考えなかった。お前の情報を信じるのに躊躇もあったしな。でももしかしたら僕なら防げたのかもしれない。そうでなくても父さんのことをちゃんと見るくらいできたはずなんだ。そうすればみんなの夢だって守れたのかもな。マモルくんもやっぱりアルコールソフトが好きなんだね。別に、ただずっといただけだ。でも今ここでコノハの力を使わなきゃいつ使うの。
ずっと作りたかったゲーム、コノハは絶対に今ここで作りたいんだよ。10億円だぞ、10億円。エロゲで10億円なんて不可能だ。マモル君はまだ美少女の力を分かってないんだね。美少女の力はそんなもんじゃないよ。未来のコノハは知ってる。過去とか未来を変えちゃうなんて関係ない。コノハはコノハが今できることをやりたい。マモル君はこのまま諦めていいの？このまま何にもなくなっちゃってもいいの？そうじゃないはずだよ。マモル君は本当は熱いハートを持ってる人だってコノハ知ってる。だからコノハを信じて。マモル君、できるのか？本当にできるのかよ、そんなすごいゲームが。できる。コノハはここで最高のゲームを作る。じゃあ好きにやれよ。お前のやりたいことは僕が何でも叶えてやる。お前はお前のやりたいゲームを作れ。プログラムは僕に任せろ。いいの、何でも。ああ、何でもいい。やっちまえ。コノハの原画で作ることに。これを見てください。かわいい。この子たちとイチャイチャしたくなりませんか？なるなる。よっしゃ、とりあえず徹夜でプロット寝るぞ。焚きつけたのはお前だ、責任取れよ。じゃあ私も全力でやる。みんなはどうかな？やります。スーパーオクタコア専用のペイントソフト、これならやれる。この会社に戻らせてくれ。こうして10億円稼ぐゲームを作るというアルコールソフトの挑戦が始まりました。気がつけば10億円稼ぐゲームを作るという重圧よりも今までにない面白いゲームを作ろうという気持ちが強くなっていったのです。こうしてアルコールソフトの命運をかけた最新作ラストワルツが完成したのです。あなたとは戦いたくなかったけど決着をつける時が来たよね。みんな完成だよ。バンザーイ。渾身の最新作ラストワルツは無事完成。コノハは大好きなみんなと一緒にすっごいゲームを作ることができて本当に幸せだった。私ね、美少女ゲーム作ってるのがちょっと恥ずかしかったんだ。え？だって女で美少女とかエッチな絵とか描いてるのちょっと変なのかなって。そんなこと。でも実はそんなの全然関係なかったんだって今分かったんだ。だってこのゲームは絶対に面白いから。みんなで描いて、みんなで塗って、みんなでお話や声や音を持ち寄って組み上げて、私の恥ずかしいはみんなが少しずつ持ってくれて、だから今は全部見てほしい。世界中の人にやってもらいたいよ。お姉様。あ、トーヤちゃん。私と一緒に、私と一緒にゲームを作りませんか？うえ、お姉様と一緒にゲームを作れたら私幸せなんです。うん、いいよ。でも今は無理かもしれない。コノハ、ここにいつまでいられるかわからないんだ。でもね、次に会えたら一緒にゲームの話しよう。コノハたちには美少女ゲームの絆があるんだから。
お前結局消えなかったな。そりゃそうだよ、ゲーム作りの途中で消えるわけにはいかないもん。でも本当に戻らなくてよかった。じゃあいつ消えるかわからないから言っておくね。マモルくん。なんだ。みんなでゲーム作るの最高だった。本当に本当に本当に最高。アルコールソフトのみんなも大好き。この葉こういう気持ちが味わいたかったんだって思った。それにマモルくんがいなかったらこの葉こんなすごいゲーム作れなかったよ。本当にありがとう。そういうのはいいよ。なんか気持ち悪い。気持ち悪い？もう！木の葉、本気で感謝してるのに！ただおそらく今回、アルコールソフトは残った。お前のおかげだよ。まもるくん、雪だよ、雪！そうだな。風邪ひかないようにさっさと帰ろう。はあ、時代である2023年に戻ってきました。寂しい気持ちもあるけど、みんなからもらった作ることの熱意や素敵な思い出を胸に、木の葉はこの現代の美少女ゲーム業界という荒波を乗り越えていきたいと思います。木の葉の不思議な旅もこれでおしまい。え？かと思ってたんだけど、ここ秋葉だよね。アニメイトは？ドンキは？な、何今の？この建物…わー！ラジコンか！なんだかすごい。